片町スクランブルナイト、続いては男密度グッと上がりましたけれども、はい、片町インフォメーションのコーナーでございます。いやいや、6月の3日ですね、第66回金沢百万石祭り関連行事であります片町スポージックフェス2017についてお話伺いましょうということで、このスポージックフェスは今日は2部構成でお送りしてまいります。はい、まず前半は濃ゆい方ということでございまして、それぞれに自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。じゃあ木村さんからお願いします。はい、白山市にありますレオン白山、フットサルガーデンというフットサル場の店長をしております木村と言います。はい、よろしくお願いします。そしてそのお隣、はい、金沢石川北陸をメインにストリートボールの、活動をしている団体のパイオニアズの代表とMC をさせていただいてます岡部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくパイオニアーズの DJ の西村です。お願いします。はい、よろしくお願いします。そして木村さんのお隣は、片町商店街振興組合の反則副委員長堀田博文さん、はい、引き続きお付き合いをいただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、いや、ぐっと男密度が上がりましたね。ということで、スポージックフェスはかなりこう、まずは男度の高いイベントという感じになりますかね。6月の3日から、はい、ね、百万石祭りで、はい、片町の、通りが歩行者天国になるんで、そこを利用して、スポージックフェスの、やる企画をやります。はい、はい、国道157号線、はい、ね、なかなかね、はい、これ歩行者天国になることないですし、ね、ないですね、自由で使えるっていうのもね、はい、こういう機会だと思うんで、はい、で、ね、1回だけですもんね。ですよね。2回か、夢街道もある。夢街道ですね、うん。で、スポージックフェスということで、スポーツとミュージック、うん、これがアーンってするわけですね。アーンってするわけですね。わかりやすい。これ1個今、はい、多分一番わかりやすい。スポーツ、ミュージック。一番な、な、な。スポージック。スポージック。スポージック。そうですね。去年もあったんでしたっけ、スポージック自体は。そうです。はい。去年も、3-on-3したりとか、うん、はい、やってました。はい、はい、ということで、まあ、それのね、いろいろある中で、まずはこの時間はフットサルとストリートボール、はい、3-on-3ということでご登場をいただいているわけなんですけれども、はい、木村さんはそうすると、はい、普段はフットサル。そうですね、フットサル場での運営になりますね。じゃあそこに、まあ、皆さん、チームの皆さんが練習に来たりとか、はい、試合をやったりという感じ、はい、そうですね、うん、はい、どうですか、その石川県内 の、 そのフットサル事情といいますか。あ、一応今年 の、 その6月1日で、オープンして3年になるんですけども、うんうん、まあ、徐々に、フットサル人口も増えてきてるかなということと、あとは本当にやったことないような女性であったりとか、うん、未経験の男性とか、まあ、昔やってたっていう人とか、まあ、そういったあまり今まで触れてなかった層 への、アプローチっていうのがうまくできてきつつがあるので、うん、まあ、こういったまたイベントを通して、本当にちょっとフットサルとかサッカーって言われるとなかなかちょっと手が伸ばしづらいスポーツではあるかなと思うんですけど、うん、まあ、皆さんに触れやすくということで、またその人口がさらに広がればいいかなとは思ってます。なるほどね、はい、うん、ということで、そう、今木村さんはねポスターというかもお持ちいただいてるんですけれども、これが、スポージックの同時開催的な、ね、百万石コサルっていうんですか、はい、一応個人での、フットサルっていうと、まあ、5名以上通常いないとできないスポーツなんですけども、うん、ね、まあ、うちの方そのコサルっていうのが個人フットサルっていうのの略で、まあ、1人ずつ集まってきてもフットサルできますよっていうのをプログラムとして打ち出してるので、本当に会社帰りに1人で来られて、まあ、そういう方をこうチームその場で作って、まあ、今日も今の時間やってるんですけど、あ、そうなんですか、はい、まあ、それをちょっとこのストリートでっていうことで、まあ、百万石コサルってちょっと名付けさせていただきました。すごいすごいすごい、はい、すげえ。スポージックフェスのね、そうですね、一環という形で、はい、時間が6月3日の5時、いや3時5時、スポージックの時間と同じ時間帯にやってるわけなんですね、はいはい、なるほどね、フリー打ちみたいな感じですよね。
麻雀のところの、ね、メンズ揃ってなくてもフリーで行って自由に打てますよっていう、わかりやすいですね、それです、フラット行ってね、そうそう、あのフラットフラットフラットね、ごめんなんか自分の引き出しの中から似たようなものを引きずり出そうと思ったらフリー麻雀しか出てこなかったんですよ、それですね、まあ、それでもね、はい、いいっすね、フラットこさる、フラットこさる、ああ、フラットがボール蹴ってね、フラットボール蹴ってフラット返るみたいな、来た来た来た、素晴らしいですね、100万ごっこさる、これもスポージックの一環で一緒にやってるという形になるんですけれども、はい、で、片や 3-on-3、はいね、はい、こちらの方はパイオニアーズということで、はい、まあ、これもあれなんですよね、団体で動いて、はい、イベントとしてまあこう何試合もやってらっしゃるという感じなんですね、はい、はい、ちょっと今写真を何枚か持ってきたんですけど、はいはいはい、これはキララの前で、うん、1-on-1ですね、1対1をちょっとさせていただいた時の3月ですね、3月です、はい、開催させてもらいました、はい、でちょっとめくっ て、ね、ちょっとすいません、はい、あ、これはちょうど僕らの団体がですね、はい、バスケで去年のイベントの時に、まあ、裏でこうやって必死に全員で組んでる時のやつで、これ触れ合い交流館ですか、いや、ね、これ何でしたっけ、学生の森、学生、あ、学生の、はい、うんうん、キラのとこで、そうです、うん、はい、やらせていただいておくので、はい、すいません、ちょっとまためくっていただきますと、はい、あ、これそのごめんなさい、順番がずれますね、3月の時に出た時なんですけど、まあ僕ら自体はまあ 3-on-3 で大人もそうなんですけど、うん、まあ前の方にちょっと子供たちもいるんですけど、やっぱり普段バスケに触れ合えない子とか興味あるけどなかなか参加できないなとか、まあ、見ててかっこいい、やばいって思った子たちにも参加してもらおうっていうので、まあ、地域にはどんどん関わっていきたいなっていうのでこういうのをしたりとかしてます。片や、あ、これが去年の100万億ですね、はい、もう本当に、まあ、金沢のストリートっていうその路上で、まあ、とにかくバスケ盛り上げたい、勝ちたい、バチバチの試合したいみたいな人たちを集めて、やった時ので、まあ、この時は真ん中のチームが優勝はしてるんですけど、はい、まあ、今年もその両サイドのチームとかもやっぱり優勝狙いたいっていうので来てますし、すいません、送っていただくと、まあ、これが試合のごめんなさい様子ですね、はい、あ、ティップオフですね、ティップオフ1試合目の時ですね、まあそもそもこうやって道を封鎖してっていうのは多分初めてだと思うので、うん、まあ、まあある意味金沢の本当にそういうバスケのシーンが1個できたタイミングじゃなかったのかななんていうふうに思ってるんですけど、なるほどなるほど、はい、でこうですね、まあ、うちのメンバーフリースタイラーが1人いるので、はい、まあ、それなんですけど、まあ、何の写真かっていうとこの後3枚連続で出るんですけど、まあ、今ちょうど僕着てたりとか、あの、これつが持ってるのとかもそうなんですけど、子供サイズもあります、キッズサイズ、ベビーサイズも用意してるんですけど、まあ、そのバスケが一つのサブカルチャーだと僕ら、まあ、思ってるので、まあ、それに関連してアパレルを作ったりとか、うん、今後はなんで、まあ、T シャツだけじゃなくて バスパン作ったりソックス作ったりキャップ作ったりとかしながらやったり、うん、およいはちょっとそのポップアップショップとかを出してやりたいなと、はい、あ、ですね、あの、全然女の子が着れるようなデザインのものを作ったりとか、はい、次のページはこれ本当にキッズですね、子供用のこういうのを作ったりとかして、まあまあ、あの、あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、あの、展開をしてってるっていう団体になります。なるほど、じゃあこのバスケットボール 3-on-3 を、まあ、まず芯には据えているけれども、そこからもうカルチャーが出来上がりつつある、出来上がっ作っていこうという、そうですね、うん、いう感じですよね、はい、でこのスポージックフェスではこのパイオニアーズはどういった形で関わっていただけるんでしょうか、はい、今年はですね、ちょっと去年よりももう少しこうハイレベルにしたいなと思ってまして、うん、で去年のまあ出たチームプラス今回はちょっと本当にストリートセレクションという形で、まあ、僕らも地元で、あ、こいつはなかなか面白いなっていうプレイヤーを、まあ、集めて出たりもしますし、で今回はちょっ と、金沢に、まあ、野々市ですかね、にフォーストリート、バスケットボール、まあ、ショップが、まあ、あるんです、はい、でそこの、協力のもとにですね、そこがよりすぐりのチームを選手を集めたセレクションチームが今回はサプライズ出るんですけど、ちょっとこれ当日のイベント開始までちょっと実はシークレットなんです。あららららそこまでもったいぶっちゃうような、ですっていうかスペシャルボーラーですね、結構本当にギザテンション上がるというか、ほう、もうこれ真面目に結構本当にギリギリまで僕らも言えないんですけど、はいはい、まあ来たら分かるんじゃないかなと、うん、もう本当にあのやばい
お金を払って見るべき試合が見れる満載の、うん、満載なんだけど百万石祭りではその辺で見れちゃ う、うん、スペシャルなイベントで す、うん、ですでなるほど、はい、まあ、こいつも、まあ、今日は来てるんですけどこいつが、まあ、当日は DJ で、うん、やります、いつも普段本当にバスケの試合を見ながらそうですね、うん、DJ をやらせてもらったりてるので、うん、はい、まあ、こいつのセレクトでいい音も聞きながらバスケもしかもそうです、あの僕らのエリアでは物販ブースもありつつあのクラブデフっていう、まあ、クラブがあるんですけど、はい、そこの方からドリンクを出していただけることになったので酒を飲みながらいい音を聞き、うん、いい試合を見るっていう場を今回は全力でちょっと出したいなと思ってます、はい、ということでこれも時間は3時5時同じです、はいはいはい、3時ティップオフで進めます、はい、同時進行でこうした音楽、はい、スポーツアセンブルな、はい、いろいろイベントが繰り広げられますので、はい、ぜひぜひお出かけいただきたいですね、はいはい、ということでもう一遍じゃあ堀田さんそのスポージックフェスの方ね、はい、見せていただきたいなと思うんですけれども、はい、一つ補足いいですか、はいはい、片町キララの、ところで片町ビールを、うん、売ってますんでそちらの方も飲みに来ていただけたら真ん中ですね、はい、ここですね、はいはい、この片町ビールも、はい、期間限定といいますかね、そうですね、当日、飲めますんで、うん、はい、いやこれ面白そうやな、いいですね、ぜひぜひちょっとね美味しいね片町の地ビール飲みながらね、うん、バスケとかフットボールとかを、やばいですね、そうですね、やばい、ちょっと行ったらアイドルも見れて、そう素晴らしいですね、素晴らしい、今ちょっと今伏線がねちらっと出てきましたけどもこの後ね、はい、登場するんですけど、ここはもう濃いですけどこの後はね次やからと、もう皆さんやばい、画面の向こうの皆さんチェックしてください、そうそうそう、じゃあねここからはバトンタッチしてスポージックフェス第2部という形にしようと思いますけれども、はい、ぜひ当日もね、はい、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、6月の3日、3時5時で片町キララ前の157号線で展開されますスポジックフェス2017、まずは第1部ということで、フットサルレオン博さんの木村さん、そしてパイオニアーズ343の岡部さん、西村さん、お話伺いました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。